株式会社リプロは昭和46年に創業。岡山県岡山市の田園に囲まれた小さな工場でプラスチックリサイクル企業としてスタートしました。当時いずれプラスチックが普及し、それに連動してたくさんの廃棄物が発生する、ゴミに命を吹き込める仕事ができないかと考え、廃棄プラスチックを原料として土木建築資材、測量協会類を製造加工販売を主に現在に至ります。製造においては破砕、溶融、成形、冷却の一貫製造を可能とするリサイクルラインを独自で開発構築し、日々お客様の声と製造を身近にすることを課題とし、メーカーとしてものづくりに取り組んでおります。また再生加工業で唯一の JIS 日本工業規格認定工場、世界共通の規格である ISO9001:14001 の取得、グリーン購入法対応の目安となるエコマークの取得、経済産業省グッドデザイン環境特別賞、文部科学省科学の教科書への掲載など幅広い団体から活動の評価をいただいております。品質検査について、これは何を測定するんですか？これは杭を打ち込む力に耐えられる樹脂の硬さが必要なので、圧縮荷重をかけその強さを調べます。うわー、杭が曲がってますね。なぜこの検査をするんですか？これは杭を打ち込む際に地盤が硬いところなどでは杭が曲がる可能性があるので、横方向から荷重をかけ曲げ強さを調べます。うわ、すごい音ですね。これは杭を打ち込む際の衝撃によって折れたり割れたり欠けたりしないかどうかを調べます。これはどんな検査なんですか？これは沖縄のように日差しの強い高温の条件下での杭の伸縮度合い、変形具合を調べます。リプロは ISO に基づき、材料入荷から製造、梱包、出荷作業までをマニュアル化し、高い品質管理を行い、測量協会杭のリプロとして杭とリサイクルをメインに新しい商品の提案、新しいリサイクル技術に挑戦していきます。リプロはこだわりの品質とシェアナンバーワンの信用を持つ杭のトップメーカー。